Hello, this is Hiroshi Hayashi, Satoshi Morimoto, Japan. Devil's Cooking. Sandra Botticelli. In Japanese, 悪魔の料理 Sandra Botticelli. この絵をよく見てください。ここで何かをカトリックの、えー、信者たちが料理をしています。問題は このかまどの中なんですねここに大きな鍋があるのがわかりますそしてその中で何かが料理されています少しわかりにくいので断定はできませんがしかしよく見るとここに手があり足らしきものがありますそして体ですねもう一度よく見てくださいここに手らしきものがあり ここに足らしきものがあり体がありらしきものがあります。断定はできません。しかし釜の中で何かが料理されていますね。普通のものでないということはですね、また普通の料理でないことは周りの人の様子を見ればわかるんです。当時の世相をそのまま反映しているかのような絵ですね。つまり彼らは人間を。 料理していますほぼそう断言していいと思いますそのことはこの煙を見ればわかるんですねこれは続く5の中でもう一度精査しますけどもこの煙の中にミトラボが見えるんですねポッテチェリーは何かを表現しようとしましたがこの頭のところを見てください頭というか上の方ねここでぐーっと帽子が前出てる それはミトラボの特徴なんですね。そしてそのに顔らしきものがあるんですけども、アーチに隠れて見えません。カモイに隠れて見えませんが、ここにミトラボがあります。だから周りの人は驚いているんです。これはミケランジェロがシスティーナの礼拝堂に描いた絵ですけども、これらの人々はレプタリアンです。背中にひれがありますね。これはダビ,ダビンチの弟子のラファエロです。彼も同じような料理の絵を描いております。 ラファエルの絵、ミケランジョロミケランジョロとダヴィンチは敵対関係になりましたそしてボッテチェリは、えー、その後ミケランジョロへと流れをつなげるわけですねでラファエルの絵ボッテチェリの絵ですねそこでこのラファエルの絵を今度は逆に見てみますとこの煙の中に悪魔と言いますか顔が隠れているのわかりますか腕があって体があって だからこの白い服を着た男性は驚いているのです。だからシラファイロは悪魔を燃やしたというふうに表現しているわけですね。当然ダヴィンチ側ですから。で一方、ミケランジョロの方はこの煙で何かを表現しようとしたんですけども残念ながらほとんど消えています。がよく見ると人間らしい顔らしきものが見え,見えますね。 人がいっぱいいっぱるようにも見えますただほとんど消えてますのでこれから精査するのは大変ですけどここに顔があります顔らしきものがあります断定はできませんしかし顔らしきものがあるが皆さんお分かりになると思いますまあ詳しく見てみてくださいということはこの煙の中にミトラ棒があるということはキリスト教徒たちが弾圧の過程の中でミトラ教徒を 釜茹での刑にしたわけですねで、それをミケランジェラが皮肉ってスティーナの礼拝堂の天井画に描いたわけですが、それに対してラビンチ側のいわゆるカトリック側のですねラファエルは悪魔の絵を描いて対抗したというわけですこれが私の解釈です続くビデオをどうかご覧ください Thank you very much Hello This is Hiroshi Hayashi Satoshi Morimoto Japan 今日デストーリーズサンドロボテチェリーワンディーグレイテルネソンスイさんこんにちは今日はサンドロ、uh, ボ,ッテ,チボッテチェリの絵画の謎について考えてみたいと思いますこのサンドロボッテチェリの絵画にもたくさんの謎が隠されていますまあそうした謎をしてきた人はほとんど いいいないというか私が知る限りいませんけども、えー、それについてですね森本さとしさんがこのようなメールを私にくれましたそしてそれぞれまあおかしなところがあるというわけですねでまあここにいただいた情報一応全て、えー、精査というか調べてみましたこれがサンドロ・ボテチェリです1445年ですねそれでボテチェリー その後、まあダヴィンチが生まれるわけですね。えー 7, えー、7年後ですね。そしてそれからその後、とまたマケミケランジョロが生まれて20年ぐらい経ってから生まれるわけですね。そ,その後、ラファエルが追っかけてくるわけです。そして最後にっていうか、まあ、一応今まで喋った範囲です。今まで他にもい,いますけどね。あの画家はわざわざありです。で、この大体1500年を挟んで、 まあ、これは5人がですね活躍したというわけですね。その中の1人がポッテチェルなんです。でポッテチェルの描いた絵も、まあ、謎めいてますね。まあこれからちょっと見てみますと、例えばここに人間がいますけども、足を見てください。でこの黒クロ、ま、マンタを着た男はですね足がで、ね、鳥なんですね。でまあ、何を意味するか。 分かりませんがそうやってこの真ん中でみんなでこう何かを焼いてるんですけども煙が出てますがみんな視線がですね驚いた顔をしてこの煙を見てるんですねな,なぜ煙を見てるかということなんですねでこの煙を精査していますとここにですね現れてくるのがフリギア棒なんですねミトラ教のシンボルフリギア棒なんですということはこのまあ燃やしているのはですね またまたこれどうも人間らしいということなんですけどもはっきりと分かりません、えー。滝木のようにも見えますしまあ森本さんは鳥のようだというふうに書いていらっしゃいますけどもでこれをもう少しあの拡大してみますと明らかにフリギア帽ですねいわゆるミトラ教のシンボルです。まあ、当時ミトラ教ゾラスター教はーローマンカトリックに徹底的に弾圧されましたからねそ,のそれがずっと続いていたわけです。 フリギアボイスボイスですね。それからこのボッテチェリーのこの絵にはこういうこの奇妙な、えー、枝葉が出ていっぱい出てくるんですね。受胎告知にもこの絵があの、木が、背景に描かれてます。これはあのミケランジョロのシスティーナのレイハイドに描いた絵ですけど、やっぱりこう何かを燃やしてる絵が出てくるんです。これはラファエルの描いた絵ですね。その後に描いてますね。えー、ラファエルを手から下がミケランジョロのシスティーナですけども、 なぜあのこの映画これほどまでにこうなってますか絵というか何,何かを燃やしている映画重,重要かというとどうもおかしいんですよね。ミケランジョロの描いた男の背中にはあのあのあのヒレがついてますね。レ,プレプタリアンですそしてこう三者の絵を比べてみますとこの煙の中にも怪しげなものが描かれてるんですよ。よく見ますとここに顔があって口があって腕があって。 そして目があって、分かりますかこれ、化け物の絵が描いてあるんですよね。だから、その下の右下の老人はですね、それを見て驚いてるんです。同じように、ミケランジェロのですねシスティーナ、これもあの、これちょっと絵がね、かあの古,かか古いというか、何か書いてあったんだろうと思うんですけども、なんとなく人が書いてあるような感じがしますね。えー、よく分かりませんが、あの絵そのものがこうひ人が何人かいて、 います、ね、それからこれはまたボッテチェリの絵に戻りますけどもやはり不気味な人,人が右にいてそしてこのあとこの三微神についてはちょっと後であとでもう少し詳しく述べますがこれはあのギリシャ彫刻国ですよねギリシャ彫刻です。で3人の女性が描か,描かれてるんですけどもこのボッテチェリの絵と似てるんですよねそれから、えー、どこか似てるといいますかね で右の方はラファエルです。明らかに盗作ですね。あの左のギリシャ彫刻を模倣して作ったわけで書いたわけですね。あるいはラファエルがその情報をどこかか家庭を入れたことも考えられます。上に丸く見えるのはこれは明らかに UFO じゃないでしょうか、皆さん。みんなあのこうなっていますが、無重力の状態でですね、まあ冬、冬を楽しんでいるというか、わー楽しいわーなんてね。 遊状態を作ってもらって楽しんでいるようにも見えます。ここには UFO らしきもの飛んでますね。ちょっと形の変わった UFO で、まあ、このタイプの UFO は見たことありませんけども、UFO といっても驚きません。それからこの屋根の上で3人が何かをしている。実にこう奇妙な絵を描くんです。そして牛,を牛はですね、ミトラの,あのシンプルなんですね。太陽のお牛っていうぐらいでしてね。まあ 羊がキリカトリックのシンボルであらば牛はミトラ教のシンボルなんですね。で同じようにミ,ミケランジェロもシスティアの礼拝堂に書いてるんですけども冷めた目でお前ら何やってるんだってな顔してますね。そしてこの絵がですねあの男が2人ずつ出てますけどもこれみんな同じ組み合わせなんですよ。で123456ってこう見ていきますね。赤い服着た男と紫色々着た服の男とあの全く住む道が違わずですね。みんな同 同じ服装を着ている組あの絵が 6, 6組あ,あるわけですね。あと1人、2人これ。ここではバラバラになってますけども、何を意味するか分かりませんけども、これはまさに地獄絵図ですね。そしてその真ん中のところで、えー、爬虫類の,この気持ち悪い人あなってますか、ね、動物のような人間がですね、えー、裸の人間を襲って食べているところですね。で、一番下の,あの水槽には、やはり怯えて助けてくれ、助けてくれと言わんばかりの人間が集まっていると。 実に、まあ、恐ろしい絵ですね、これは。そしてこの絵もおかしいと思うんですね。あの抱かれているのはイエス・キリストだと思うんですけども、あの手にねこの石あの、石を持ったり武器を持ったりしてるんですね、隠して石。石を持て、打ての,あの石なんですね。どうしてこんな石を持ってるか。そしてこの人は剣を隠してますね。 そしてこの人はまあ鍵のようですけども十字架に見せかけている鍵のようですけども何かしら武器ですよね。まあ、さ次の絵はこの絵もこれもボッテチェリーの絵ですけどもこの女の人とテントにちょっとここで注目してください。他にもいろいろ謎ありますけども、まあ、この犬がですね白い犬と黒い犬がですね左右から女性の足に噛みついているところですよね。でこの絵で興味深いのはですねこれがあのラファエルの描いた「行リギウス」ですね。 そしてあの、爬虫類を退治していますね。それに対して、今度はですね、ボッテチェリはですね、同じ魚を牛きのような人間を描きながら若い女性を襲っているわけです。立場が全く逆なんですね。右の方は怪獣を倒している、左の方は人間をまあ、 倒しているとい,う絵なんです、ね、ということは立場が正反対だということをボッテチェルド・ラファエルとは正反対だということを示すわけです。そして向こうの方にはトルコ風のテントがあると森本さんがそういうふうに指摘して なさっていますそしてこれはもう一枚の絵なんですけどもとにかくこの時代のこの絵というのは調べれば調べるほど謎が深まるんですね。まあ、この絵はまあ精査し、まあ、するまでもなく何かしらのバイオレンス、暴力の絵,で,絵ですね。これはあのシスティーナの「礼拝堂」ミケランジュの解体にも共通する絵なんですね。何かかストーリーリがあるんですねこれ追っかけて,て っていうような感じでそして、ここに、ね、松明マツを持っているドラスター教のシンボルです。そしてこの、この真ん中の女性ですね。まあ、ちょっと見ると男なのか女なのかちょっと分かりにくい顔ですけども、で一番左がヴィーナス誕生ですね。ボ,クボ,ああボッテチェリーのね、有名なヴィーナスの誕生です。まあ、顔はこちらの方はよく似てませんが、さらにもっとよく似ている,るか後で紹介しますが、まあ、なんとなく似ているという感じですかね。あのまあ 似てるこれはヴィーナスの誕生です。さっきの顔とよく似てるんですよね。でこ,れこ,のこれもテチアの絵ですけども、まあ、この衣服がですね、いわゆるシースルーの衣服がですね、この葉っぱがですね、何かしらこうカラカラ体から生えているように見えるんですね。あるいは、まあ、悪い見方をすれば上の方なんかゴキブリに見えるんですよね。 そしてこの女性はですね人間の生首を頭の上に乗せて運んでるんですそしてまあ前をあ得意そうな顔をして別の女性が歩いてるという矢なんです何を意味するかそしてやっぱり先ほど言いました葉っぱが出てくるんですこれはあのボッテチェリの受胎告知の,あの背景にも使われてるあの木なんですよで立ててみますとこれ同じあの葉っぱなんですよねですからなんかボッテチェリっていうのはこの葉っぱにこだわってるというか何かを表しているということなんですね そしてこれがもう一万年なんですけどもこの,この台の下これはまあ3人が寝てるイエス・キリストが天に導かれるところでしょうかこれがですねロシアの穴あきルメンに似てると森本さんはそのように指摘しておられます確かに似てるんですねそして、まあ、やっぱりこの葉っぱが出てくるんですよね 何かこう意味ありげといいますか、あのあまり好ましくないあのシーンでこの葉っぱが出てきますから、まあゴキブリ葉っぱとます、ま私はそういうふうに、まあ、思って思いながらこれを精査しましたがね、そしてですね皆さん、えんというか、古墳というと日本だけのものだというふうにお考えでしょうけれども、この絵はまさに古墳の絵なんですよね。日本あこれはあの2、3日前に行ってきました、愛知県の、えー、さなげ。 にありますす古古墳でした古墳ででけどもそ,っくりなんですそしてここにまああの何て言いますかはい武器を持ってるんですよねみんな先ほどの絵も武器を持ってましたねまあこういう世界でこういう武器というのは何かにつかしくないと思う私は思うんですけどもそして右のヴィーナス誕生と比べてみますとまあ同じ人だなぁとマリアと同じだなぁと思うわけですね まあドイツ画家が描いたんなら同じような顔になっても不思議ではないですけどもでこの黒い丸がですね何でしょうかと、えー、森本さんも疑問に思っておられますそしてこの絵もですねあの謎を見えてるんですね非常に写実的であるがゆえにこの何て言いますかいろんなそのアイテムといいますかこう天球儀があったり ちょっと見られないマークがあったり、そして、えー、多分時計じゃないかと思うんですね。全部に24まで書いてあります。1から24まで書いてあります。そしてこれがまあねえ、何でしょうということなるわけですね。法の帽子のようにも見えますが、そうじゃないみたいですね。そして こうバックの向こうを見ますと何か幾何学的な模様が書いてあって数学のこうねメモというか本教科書のような感じがしないでもありません。でこの絵もありますけどこの人はあの足がまあないんでしょうかあの腰から下がないような 感じで書かれてますねでこの絵はこう,いうこういうふうに書かれたということになってますね。ね人間がこういういこのこのようにしないと立ってない状態。こうしますと人間は全部逆さまになるんですけども座りがいいですね。で一番下に緑のラインがあるところから下が第一だということになるわけです。このように考えていきますと、ボッテチェリーというのはですね、まああの一番早く生まれて、その後ダヴィンチ、マイケランジェロ、それからラファエルと来て、えー バなさい,ということでこの対立構造があのがはっきりとしてくるわけです。ということで、まあ、今日はあのボテチェリをあをサンドロボテチェリを精査していましたえ。こうしてまあ記録を残しておきますと、あとまた謎が解けることがあります。Thank you very much for watching and see you next time. Bye bye!Hello! This is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan. 広志林ランスケさん、uh, in Japanese. ランスケさんという方よりですね、えー、こんなメールとともに、えー、ラファエルの描いた絵が届きましたでこのノアがですねあのー、まあ何て言いますかあのー、料理してる絵なんだそうですねでまあこういうことなんですけどもこのそれがこの絵なんです で、これがあのバチカンの回廊のね、天井の画として描かれてるわけです。この絵は全くまあ構図と言いますか、基本的なデザインはあのミケランジョロの描いたシスティーナの天井画のデザインと同じなんですね。で、これがあのミケランジョロの描いた天井画です。システィーナの天井画ですけど、まあ、実にはっきり言います。不気味な絵なんですね。で、まあ、ご順に比較してみますと、 あの多少こうなってますかねあのデザイン的なあの感じは違いますけどもあの構図は同じなんですよね。でどちらが,ど,っちがどちらがどちらのを真似したかということですけどもあの基本的にはミケランジェロの方がですねあの時期的にはほぼ同じなものですから特定できなかったんですけどもあの流れからするとミケランジェロがラファエルの絵を見てね こうして皮肉って書いたという考えのが正しいわけですね。あのまあ、こうダヴィンチとミケランェは大変な仲が悪かったということはよく知られていますが、同時にラファエロというのはミケランのダヴィンチ側ですからね、あのフェレンツェでできてダヴィンチに最初になって感激したというようなことが記録に残っていますからあの、感激したという本人がねあのそういうことを書き残していますから、やっぱりこのダヴィンチと ラファエルがつながりそれに対して、えー、ミケランジュラが対抗するし,していたというかそういう構図が浮かび上がってくるわけです。まあ、これはあの私の説というのも,もう常識的な意見ですからそれをまあこうした絵で追認しているようなもんですけどもそういうことなんですね。はい、ということですけども、まあ、こういう流れから見ますとあのルネサンスという時代はですね前にも言いましたけども地中海の何て言いますか オリーブの花香る、さんさんと青いね、あの、し青い空にね、あの白い光線がさんさんと降り注ぐような明るい時代ではなかったということですよね。非常にこう、なってますか、重苦しくて苦しく、なんて言いますか、陰湿な時代であったというのが、だんだん、だんだん浮かび上がってきましたですね。もう神、神々々、神尽くし、えー。ほんの少しでもね、それにアンチクライスなことをしますと。 まあ即系というようよなな感じの非常に陰湿な時代であったように私は思います続くビデオをどうか見てください t h Alien's n watching. k you very much for watching. Bye for much e h l o t h s is Hiroshi Hayashi, s h a a a m m j a a p a l i n Wars at Renaissance Leonardo da Vinci vs. Michelangelo。In Japanese,Davinci と Michelangelo の大事戦争。 まあ、ダヴィンチとミケランジェロはまさに神々の代理戦争をしました最初にこの絵を見てくださいこれはダヴィンチの若い時の自画像と考えてよいですダヴィンチ自身が残した自画像なんですねでこちらもダヴィンチ自身が残した、まあ、晩年の自画像ですこの両者は全く同じなんですね これから晩年の自画像からですね、若い方に戻していきますので、注意深くご覧ください。えー、口の形を除いてですね、同じだということに皆さんはお気づきになると思います。ただあの、カメラからといいますかね、あのややあの視点がねあの、右の方は上へ来ていますから、目が鋭くなっています。ほはろがここにありますね。それから、ここにイボのようなものがあります。 目の下にもイボがありますね。それから、鼻の付け根のところにもイボがあります。で、このように両者を比べてみますと、まあ、口を除いて全く同じということですね。これまた、あの、下のダヴィンチの口のこの歯の並びの汚いのにもちょっと注目してくださいね。これ、同じ絵がまた見つかりました。チューブストーン・ストアさんという方がですね、今夜届けてくれました。えー、これ鼻の形、よく見てください。 同じですね。そして目の下のコブの感じ、コブのある位置、形、同じですね。そしてここにイボらしきものがあって、ほっぺたが二段にボコンボコンとなっている。まあ,あ、顔中がですね、左の方はイボだらけって言います。イボというかコブだらけだってことですね。英語でいうバンプですね。で、まあ、つまり左はレプタリアンで、その顔はダヴィンチと同じ。つまりダヴィンチはレプタリアンイコールエイリアンであったという、これが証明になるわけです。 まあ今青で,青で示してるところがコブの位置ですけどもまだこれ,これ以外にもコブコブコブですね。でこれがダヴィンチが描いたレプタリアンの、えー、絵ですね。ここにいるのはもう、まあ、ほとんどがレプタリアンです。体中にコブができてますね。最後にちらっと見たのが女性ですね。まあ,あのこのコブボコボコボコした感じがレプタリアンの、まあ、ひょっとしたらあのレプタリアンと人間の 集ったかもしれまませんなつまりまあどちらにせよダヴィンチはその中の一人であったということになるわけですね。他の自画像でも検証していますと、やはり一致するわけです。ここにコブらしいものがあって、目の,この特に向かって右側のところ、ここにあのイボがありますね。そして目の下にコブがある。そしてその垂れ下がったところにまたコブがあると。 もう一枚別の、えー、自画像で、えー、相互検証をしています。ここにほくろがありますね。目の下の感じ。それからここに、これは特にここよく似ていると思いますで。ここに古文があると。このように、まあ、まあ、なんて言いますか、もう百分文は一見にしかずで同じだということなんです。ダヴィンチイコールレプタリアン。レプタリアンこの場合は、この場合はですね。じゃあもう一度あの変化させますから、よく注意深くご覧ください。口の形だけが 変わっていきますけどもただアングルがね、あのちょっと違いますから、少しこちらの方が上です。ですから目がちょっと鋭くなってますけども、えー、すなわちですね、ダヴィンチは自ら自分がレプタリアンであるという証拠を、えー、絵として書き残したということになるわけです。まあ、これで地図、これがあの突破口になりましたですね、今回の。この地図がですね、あの道の太さ、長さ、それから傾きというものまで同じであるのみならず、同じであるのみならず、 全く同じなんですね。と同時になんとダヴィンチの地図の中にはですね古い絵ですけども中庭まであの書き込んであるんですねそれもあの,あの少し前に発表しましたビデオの中で紹介しましたのでどうかご覧くださいそしてラジャコンテですねこのラジャコンテの場合も2枚見つかってるんですけども右の方は最近見つかったラジャコンテの若い方ですこの2つの、えー、ラジャコンテいわゆるモナリザ像は全く同じなんですよ すんぶたがわず同じなんです、ね。なおち同じデータベースを使いながら、あーなんていすか、画像処理をして、若いモナリザと古いモナリザの2枚を作ったということになるわけです。こんなことができるのは 2D フォトグラフテクノロジーですね。先ほどの地図と同じなんです。あの地図は高い上空から。 見て、そしてそれを 2D フォトグラフで処理したか、あるいはその地図を見ながら別の紙に地図を書いたかのどちらかですけども、後、ま、者、あ、でしょうけどもね、あのそしてあの自分の地図として発表したわけです。放射線に書いてある線は全く無意味ですね。えー、ところがまだラジャコンテの方ですけども、このように貼り合わせてみると、もうたがわず同じだということなんです。 ですから、あのまあ、これも 2D フォトグラフ、いわゆる写真技術を使って、それを画像処理して、の CAD のようなものを使ってですね、CAD は使っているか、まあまあ、いろんな方法を使うんでしょうけれども、私たちが今使っている技術では、早く優れた技術ということは間違いないです。そして、こうしたあのモナリザのよう2枚描いたということなんですね。まあ、要するに、えー、明らかに、えー、2D フォトグラフテクノロジーを使って、 ここの2枚は書かれていいるということうなんですお疑いの方はこのその都度ビデオを止めてご自身でご検証ご確認ください。でまあ、ここで英語で書いているのはどちらを先に書いたんですかという,かでかっていうことなんですけども当然向かって左側の方を先に書いたんでしょうね。あの若,若い人を見てあのいわゆるその年配の女性を書くのは難しいですけども年配の女性を見ながら若い人を書くのはこれは意外と簡単にできると思いますよ。これが眼窟の性母子ですね。 ルーブル版とロンドン版とありますけれどもこれはあの光の光源、ね、光源光の当て方の位置であの、まあ、写真だというふうに私は判断いたしました。というのはあの一方はですね あの複数の光の光源を当てながら絵をあの写真を撮った。一方は一点からあの光を当てながら撮ったという鋭さっていいますかね。右の方は一点の方から来てますね。影の出来方から見て。左の方は2点ぐらいからあの光源を当てて写真を撮って、それをまああのプリントアウトしたのがこの眼窟の成防止ということになるわけです。ただ、ほんのわずかだけ時間差が置いてありますから、あとはまあ画像処理で少しずつ訂正しながら作ったということなんですね。 大切なことは自分の常識を使ってこれらの事実を判断するということです。皆さんご自身の常識を使ってどうか判断していただきたいと思うんです。こういうことができるのは、まあ、あのダヴィンチが、ね、あのレプタリアンだと分かったからはもう簡単でしたね。もう少し流れを見てみます。ここにダヴィンチがいます。ダヴィンチは今言、まあ、いましたようにレプタリアンでした、まああの。混合種だった可能性は非常に高いです。 人間とレプタリアンの混合詞だった。そして眼窟の不正募子を描いた。一方、それに気が付いたのがミケランジェロなんですね。ミケランジェロはギリシャ彫刻の流れを組む彫刻家兼画家だったんですね。そして二十数歳という若さでしたのピエタ像を作るわけです。これはもうこの先にも後にもこれほど優れた彫刻はないと言われています。 そして、レプタリアンの向こうにはシュメール人がいるわけですね。シュメールの神はレプタリアンでした。そして、一方、ミケランジョロの方はギリシャ彫刻、さらにはミトラー教、さらにはゾラスター教、さらにはアフラマズダへとつながっていくわけです。この両者は非常に仲悪かったですね。そして、それをミケランジョロは、なんて言いますか、システィーナのレアハイドに皮肉っていうか、アンチクライスト、アンチダ,ダ,ダヴィンチの絵を描き込んだわけであります。 そうした事実は次のビデオを見てくだされば皆さんも納得してくださると思います Thank you very much for watching and see you again next time Bye Hello This is Hiroshi Hayashi Hamama c i t Japan Today's story is about the mystery of、uh, Cappella Sistina and mystery of Michelangelo b o a t t i n Japanese CC シなシ礼拝堂のこの最後の審判の絵はよく知られています最後の審判ですでこれはですね中央左側がですね上へ上がっていくのがまあ天国行く人そして大きく円を描いて右下を押していくのがまあ地獄へ行く人というふうにまあ大きく 円,円の上に書かれているわけですね。で上の方が天国で、まあ、下の方が地獄ということになるわけです。でまあこの絵を見ましていろいろ精査してみようと思いましたけども、やはりあのまあなんて言いますか暗いですね。い <laughs> も正直言いまして暗いです。 私が持っている絵のイメージとは違いますし、まあこれは個人的なことなんで、私とははるかにあの、なって言いますか、次元の違うところに住んでる方々がですね、こうした絵を見ながら、そしてまあ祈りを捧げていらっしゃるわけですから、私にはわかりませんが、しかし私ならこういう絵は一枚とて自分の部屋に飾りたくないですね。はい。というのは私の本音です。しかしまあ、あの、 世界的な名画名画っていうふうに言われていますからあ、名画として見なくちゃいけないのかなというふうに自分を追い込んでみるんですけども、やっぱりこうしっくりこないんですよね。どうしてなんでしょうかね。私の感覚がおかしいんだろうと思います。私はやはりこの幼児教育をね、まあ、幼児から幼児を接してえっ、ー、と22歳3歳から接して今でもやってますから、えー、42、3年。 私たちの世界でワイワイワイガワヤイガヤガヤガヤやってますからどうもこの世界っていうのがなじみがないんですねでまああのまあ私、まあ、全体的に子供っぽい人間ですけどもそう自分でも思ってますし人からもよく言われますがでこの絵を分析してみようと思って、まあ、前回っていうかこの,この続,く続くビデオをねの中でミゲランジェロを精査していますけどもあのシスティーナの天井画の方ねこれはあの 前のところですねね面ですねですすから分析してみようと思ったんですけどもまああまり分析したくないと言いますかあの前ねあの天井側の分析してる時に2時間ほどやったんですけども本当にあの吐き気というかねムカ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 と気持ち悪くなったんですねそれでまあワイフには寝てたんですけども起こして毒草がんを40を飲みましたら治りましたけども あんまりまあ、何て言いますか、あまり、はい、私の好き嫌いとかね、素晴らしいとか素晴らしいないとてことは別ですよ。そういうのは別として、まあ、今回この分析をしようと思って、こうして資料を集めて、まあ、いろいろ言いたいことあります。山のようにある、山のようにというか、まあ、一枚一枚にそれぞれこの、ありますけども、今日はですね、まあ、全体の印象を皆さん見てください。 あのシステーナのこの礼拝堂、えー、どういうところかというと、ですね、えー、バチカンの宮殿内にあると、そしてあのミケランジェロので有名であると、そしてそのこれは教皇,を、ね、教皇を選出するコンクラーベの会場としてもあの使われているというこのシステーナの礼拝堂なんですね、最も重要な儀式の場所ということになるでしょうか。でそういういいところにがかか掲げられてるんですけどもやはり、えー 天井がと同じように笑いもなければ笑顔もない。何て言いますか天国行ってる人が笑ってるわけでもないし。というような感じで、もちろん苦しみと悲しみ。地獄の方にいるのは苦しみと悲しみですよね。こういうを見てますと私は本当に地獄の世界にいるのかななんてね。<laughs> 思いますがね。まあ天国とは縁がないでしょうし。 ということでいろいろ言いたいことはあるんですけどもあのこの分析は、まあ、今日は絵の紹介だけでやめますので皆さん自身がですねこの全体を見られましてどのような印象を持たれるかということをまあこ、まあ、なんて言いますかね純粋な気持ちでね世間の風評,て、まあ、風評というか世間の評判とかねそういうのは別にしてあ,のあなた自身はこの絵をどう思われるかというふうに判断なさって でそれはの、ね、私は高校の平気画そのものは見たことありませんので何とも言えませんけれども現場で見れば圧倒されるでしょうね。しかしもう全体の印象を率直に申し上げますとどうしてみんなこんななこに暗いんでしょうかいわゆる何て言いますかねあのよくカルト教団が使うってカルト教団っていうのは何て言いますか恐怖と希望を両方こうお膳立ててくるんですよね。 あのそれはあのキリスト教のことを言ってるわけじゃないですよあのカトリックのことを申し上げているわけじゃないんですけども一般論としてはそうなんですよねあの恐怖と希望いわゆる信じたものだけは幸せになれるとしかし、えー、不信じものあるいはこの教団から抜けてたものは地獄へ落ちるなどというのは大体カルト教団の常等手段なんですよね。 ですから、まあ、私、時々言うんですけども、そういう,うにこう例えば教団から出たら地獄を落ちるなんていうような教団があれば、そんな教団、祖国出たらいいですよね。あの地獄なんてありませんし、まあ、そういうとカトリックの方はこれから起こるかもしれませんけども、別にカトリックのことを言ってるわけじゃないですよ。地獄なんてあるわけじゃない。日々の生活の中にね。 地獄があり、極楽があり、そしてその極楽も地獄に変わるし、地獄も極楽に変わるし、それはその人に刻まれる問題ですからねあの、どんな逆境にあっても、心豊かに楽しく生きることもできるわけですよね。ですから、まあ、こう善悪に論と言いますか、白黒に論と言いますか、天国地獄に論という考え方は、まあ、大変申し訳ないんですけど、私の思考回路にはありません。 そうでしょ、あのー、先日もねあの、あるレストラン行きましたら、ある障害児を持ったおお親子がですね、その障害児の子供を囲んでですね、実にこう楽しそうに食事をしてましたね、明らかんとして。ですから、まあ、障害児があるから不幸だというふうに考えるのもおかしいし、まあか、昔の風にね、親の責任のように感じて隠すとかってことはもう馬鹿げてますよね、そんなことは乗り越えて。 明るく楽しくみんなでやればいいわけですからね。まあとりあえず話し逸れましたけども、まあ、とにかく全体として皆さんはこの絵を見られてどのような印象を与えられたでしょうかお持ちになったでしょうか。まあ私ならこういう絵は飾っておきませんね。ということで、まあ、続くビデオあの大変気持ちの悪いあのビデオですからあのどうか覚悟してご覧になってみてください。えー、ミケランジョロの、まあ、シテラの礼拝堂の Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of uh, uh, Michelangelo Bonarotti at at Capella Sistina. What did he want to talk to us? The secret of Renaissance. Here's the story about him and. Excuse me, to speak in Japanese. This uh, video is This is the uh, Capella Sistina, where we can uh, see uh, the greatest masterpiece uh, by uh, Michelangelo Brunarroti. On the ceiling, we can have a, such and such a sort of a queer Painting and it's heavily like, this man, half snake or a serpent man. And here we uh, we can see a sort of a cracks, and here we can see a knife. And uh, I thought it was a sort of crack of paint, but it w they were sort of artificially drawn by Michelangelo by himself. Koreano, Disney, Akira Hajime Watashi, no, 日々だと思ったんですけどそうではなくて明らかに人工的に描かれていますねそしてこのエンジェルはですね天使はですね空からこの人をナイフで突き刺していますねこうした絵がですねあのもう全部にこう隠されてるんですねこの絵は、まあ後でもう一回紹介しますけど最もあも不気味な絵です。 この背中を見てください。ケロイド状に、か。鱗、鱗のようなものが出てますね。まあ、美しいと言いますかあのあ、油断して見てると、こういう絵が隠されているわけです。こういう部分が隠されていますね。And also, do you think this is a woman? 私これはこれ、顔だけ見ればこれは完璧に女性なんですね。ところが体を見ると、あ男なのか女なのかわからないんですよね。 あの乳首がちょっと出てますから女性かなと思うんですけども体つきは完璧に男性のものですこういうふうにこのシステーナの絵というのは男女の区別がもうめちゃくちゃなんですねそして背中にはこう爬虫類独特の,そのひれがついてるわけですこれはあのー、よく知られた「洞窟の聖母」というあダヴィンチのこれはあのー、こ,のこちらはですね ル、えー、ルーブル版ですねでこの中にこれ,これが今見せましたあのマッケランジョロの背中の中についている女性ですけどもこの女性をですね比較してみますと大変よく似てるんですね。ということはあのマッケランジョロは明らかにダ・ヴィンチの絵を意識して描いてるわけですけどもどうしてこんな絵をこの描き込んだかということなんですね。これはもうう、まあ、本当に冷え切った夫婦ののような感じの 暗いシーンでありますけども、この女性を見てください。明らかに女性ですよ。ところが顔だけは男顔なんですね。あの体はふくよで胸もあります。で、この絵とですね。ダヴィンチのこのまあ、バ,バプターズを受けているキリストの絵と比べてみます。えー、まず、あのこの右の方の絵なんですけども、これ今左があのマケランジ,ランジョロですね。そして、えー、今のここの男性の顔ですね。 と比べてみてみくださいよく似ている,、ね、るのはこの男性なんです。体を見てください。もうこれはもうプロレスラーのような体つきですね。そして太っていますが顔だけはガリガリに痩せている男,な男顔なんですよね。こうしたその武器見てみますか、あの不自然さというか、それがこのあシスティーナのミケランジョの絵には溢れているわけです。 そして、この子供の絵ですね。子供は、まあ、な何て言いますか、そこにいるイエス・キリストの顔を真似ているわけですけど、ダヴィンチの中のイエス・キリストも暗いですね。まあ、どうしてこんなところに子供描いたんですけれども、その背景を見ていただきたんですけども、やはりこの不気味なひび割れが書き込んであるわけです。これはじめ、あの絵の具のひびかと思ったけど、そうではないですね。そして、この上の羊。 かと思ったんですけどもこれ羊ではないんですねよく見てくださいこれも後で説明いたしますがこれはとても羊の顔とは言えませんね羊はもっと可愛い顔していますということでまあこのダマイケランジョロはなぜダーヴィンチの絵をもじりながらそしてそのなんて言いますかあのこうこうした絵を描いたかということなんですねこれらの2人のあ 画家の巨匠たちの背景には何があったのかその謎に迫ってみたいと思います。ただし、あの気の弱い方はどうか見ないでいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.This is a video, a kind of supplementary video for the video number 673、uh, in Japanese. このビデオは続くビデオ673号の補足訂正版です。えー、このあとビデオの中でこの絵を紹介しますけども、この両側に書いてあるまあこの円形の絵なんですね。これに今気になりましたので、これについて補足しておきます。で、これをですね、並べ直してみますと、こうなるんですね。まず男がですね、の台の上に立って演説してます。そこへ兵隊がやってきて、兵隊ですね、そして棒を持った兵隊がやってきて、そのとこに対して、 何かしようとしてるんですけど手の左手であの棍棒を振り上げてますからこれから攻撃しようというところですねそれで続く絵の中ではあの同じ男をですね台の上にいた男を、えー、兵隊らしき男たちが棍棒を持って今叩きのめそうというかまあ、しているところですよね。でこの この2つの絵を合わせてみますと、まさに言論弾圧の絵になるわけです。もう1度見てますと、こ,のでこういう絵なんですけど、この男は誰かということなんですね。そしてこれは明らかに兵隊なんですけど、ね、腰からあの紐がぶらばらあとつり下がってますから、分かりますね。あの男をこ棍棒で殴ろうとしてる誰なのかということなんですね。何のためにどうしてこんなことをしたかですね。また、どうしてこんな絵をミケランジローが描いたかということなんですよね。でもう1この精査していますと、この男、えー、髪の毛があの半分上あの、ちょっとおかしな帽子をかぶって ますが本の線が出てるので気をつけてくださいね。で下のところはうつむいてますけど、やっぱり 7, 7本の線が光っているのが分かりますね。7、7なんですね。あの数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7本ですね。上も7本です。下も7本です。7という数字はですね実はミトラ教のシンボルなんですね。非常に重要なラッキーナンバーと言いますか、あのナンバーなんですね。 そしてこの7というのがまあ1 2, 3, ちょっと上、2、3、左のも7本ですね、こちらも,もうちょっと大きくしてますけど、7本ですね。えー、7本ですということは、ですねこれはあのミトラ教なんですね、長くこれ後になって、まああの あのフリーメイソンたちがこの像を作ってアメリカ合衆国に送るわけです。というようなことを頭に入れておき,きながら続くビデオをご覧ください。また次の,、ま、た次のビデオの中でこの絵についてですね、あの白いものについて私はあの足が骨になっているというふうに言いましたけれども、骨である可能性は非常に高いですが、この女性のものではないことは確かですね、ごめんなさい。これは私の間違いです。これはここで訂正しておきますので、そのことを頭に入れながら続くビデオをどうかご覧ください。えー、っと、そういうことです。Thank you very much for watching。

これがカペラ・システィーナですね。えー、この壁画の中に、まあ、ミケランジョロもたくさん絵を描いているわけですけどもその絵が謎なんですね。まさにそこは悲しみと苦しみの世界だった。なぜか。えー、システィーナ礼拝堂についてはですね、えー、ウィキペディアはですね、最盛期ルネサンスを代表する芸術作品の一つであると。まあ、この天井が素晴らしいものだということを歌っているわけですね。 そして全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであると、まあ、全体としてカトリック教会の世界だというわけですねそしてマケランジェロミケランジェロもねあのこ,この中で大きな仕事をしているわけです、えー、まあこのシスティーナ壁画のレハイドの壁画を描いた、まあ、重要な人物であったということですね画家であったということなんですしかし、まあ はは私たちは騙されていんじゃないかというふうに私は感じますというのはですね、スシ,シリーナあー礼拝堂はですね、まさに悲しみと苦しみの世界だからです。まあ、そういうふうに判断す,、えー、するかどうかは、まあ、皆さんにお任せしますが、まあ、と,ともかくも事実を見ていただきたいと思うんですけども、絵を選択しないで、えー、拾えるものを全部拾ってみました。これがあの上に右上にの紙ですね。 あのアダムに手を差し伸べるでです衣服は同じですはところが子供がですねみんなこ、こなんて言いますか、妙にこう不気味な目を,目をし、大人っぽい顔してるんですね。いわゆる子供らしさが全くないということです。そしてこの髪は背中にですね死体を背負ってるんですね。そして周りにいる人間たちは男とも女とも首つかないんです。顔だけ見てると女性なんですね。ところが、ついてるものがちゃんとついてるわけです。でこれは男なのか女なのかということなんですね。 まあそういうい非常に分かりにくいです。これはまあ今丸つけたのは明らかに女性らしいですね。の右の方も女性らしいです。ところが、右の方はこれあの顔は男性なんですね。ところが、どうなんでしょうかね。左の方は筋肉ムキムキですね。この人はですね一見女性に見えるんです。誰が見ても女性でしょ。この子供ももどうもおかしい。ところが、この人は男性なんですね。胸がないんです。 というような感じなんですね。子供も大人っぽいし、女は男みたいだし、男も女みたいで区別がつかないというのが、このシスティな礼拝堂のミケランジロの解体への特徴なんです。この人を見てください。そしてこの人を見てください。でこの暗い雰囲気ね。みんながこう恐れて疑い、疑い、疑って、疑い合ってるという感じ。この女性の目、不気味ですね。が、この女性はもっと不気味です。向かって左側の目を見て,目を見てください。縦線一本でしょ。 ぞっとしますね、こういう目を見ると。どういうわけだかぞっとしますね。はい。で、ここのこの絵もまた不気味なんです。ここを見てください。ここを見てください。そしてここを見てください。ということで、まあ、丸印をつけました。まあ、天井の,下,あの下の方からたら何が書いてるか分からないと思うんですね、詳しくは。これ、生首なんです。そして、このベッドの上には首のない死体がよくたわっています。 そして左側にいる人体、人間はですね手は出てますが指が離れてくっついている感じで何でしょうね、耳がこっち向いて,て光で隠されて、影で隠されてますが、足が途中で切れて何かの殻に入っているみたいです。一体何ですか、これは。そしてこ,この絵ですね、この女性も怯えています。怖がってますね。この特徴はですね誰一人笑ってないということなんです。 誰一人ね、あの微笑んでいないということなんですね、このシスティーナ礼拝堂の髭屋は。そしてこの目を見てください。まあ不気味ですね、多勢線が入っているだけの、まあ瞳こういう風に見れば見れなくもないんですけども。さあ、これですね、中央にいるのは誰かの死体だと思います。まあ、詳しい説明は私には分かりません。しかし、手を見てください。どうもおかしいんですね、これ絵の具が落したという感じにも取れますが、そしてこの女性なんです。この死体を 上からもう何て言いますか冷酷見してますか詐欺すんだような目で見てますね。まあ、絵もあのこの絵も手,手のつけ方もおかしいですね。そして紙と手例外ではないんですね。このこれはあのアダムに手を差し伸べる神と神と同じですね。服が同じですから、えー。そしてこの指なんです。先近細くなって長くて細いでしょ ものすごく長いんです、指が。そして、これは雲に隠れているように見えますけども、こんな長い指はありませんね。そして、この手,手がですね、どんなにひねっても、このポーズは取れないんですよ。皆さん、試しにやってみてください。手をガーッと180度ひねってるんですね、これ。親指が手前の方に来てますから、上、手前に来てますね。そして、この顔ですね。まあ、この絵もまとにかく 子供の顔なんですけども、やはりこう、なんて言いますか、怯えてますね。どうしてみんなこのように怯えて、悲しみ、苦しみに満,満ち溢れているんでしょうか。そしてこの目も、やはりどこか、まあ、はっきり言えば不気味ですね。これは、なんとかっていうあの別の礼拝堂の絵ですけどもね、同じくメケランジェロが描いた絵ですけども、まあ、こういう不気味な絵を描けるという人はあの、そうはいませんね。私は正直に言いましてこういう不気味な絵は描けません。描いてるうちに気分が悪くなってしまいますからね。 あの精神的におかしくなっちゃうというか、あまり書きたくないです。で、この絵もまた不気味なんです。ここのを見てください。羊が殺されています。ここに馬が死んでいます。この男、女で、意見すると女性ですけど、男なんですよ。みんな男なんですよ。ついているものがついている。そしてこの絵が2つがですね、非常に暴力というか言論の自由を騙している絵なんですね。 えー、ここにはこの、もっと武器物があります。後で紹介します。えまあ、この羊がね、殺されて首を裂かれてますね。羊はもちろんカトリック教会のシンボルです。どうしてこんな絵を描いたのか。まあ死んでますね。で牛がそれをじろっと何やってんだって顔して見てますね。これは女性なんでしょうか。顔だけ見てください。がついているものはついているんですね。 これも一見顔だけ見ていると女性なんですけども、もうこういうふうにチグハグなんですね。といてことはこれ人間が描いたんじゃないと思うんです。まあ、台の上に乗って演説している人を誰かがやってきて、俺ひ引き下ろそうとしています。人を引き下ろした後、今度は棒で撲殺しようとしているんですね。同じ人です。これはね、立て,立てた人と。そしてこの台の上には何か不気味なものを、まあ、焼いているのか、切っているのか分かりません。そしてこの男、男性です。背中には、まあ、なんか爬虫類か恐竜の,背中のようなものがついています。 不気味ですね、まあ、先ほど言いましたようにあの天井高いですから下からは見えないと思いますよこの線まではこれは何ですか、まあ、実に不気味ですね、まあ、こうした絵がねぞろぞろとあるというかこれはあの決してあの不気味な絵だけを選んだわけじゃないんですよ全部ですからそんなにもこの絵の中には悲しみや苦しみが満ち溢れていますどうしてでしょうかこの人は怯えてますね泣いています この人も怯えてますね。怖がってます。この人は泣き叫んでいますね。暗い穴の底から泣き叫んでいます。この人も怯えてね、逃げようとしてるんでしょうかそういうふうに私に見えます。どうしてこんなんでしょうか笑い声やほほ笑みが全くない世界。それがシスティーナ礼拝堂の絵なんですね。はっきり言います。悲しみと苦しみの絵とあの絵画なんですね。 でどうしてこれがカトリックの教えをその代表しているか、まさにこの目なんか寝て寝、寝てるのかもしれませんけれども、白目がだけは目立って不気味ですね。映画、エクソシステムに出てくる、なんていうですか、化け物のような顔ですね。そして、この絵もそうなんです。これは一体、ここにいるのはみんなが男なのか女なのか、さっぱりわからないです。右下にいるのはこれ、菩薩のようだと森本さんおっしゃいましたけれども、これ女性なんでしょうか。でも、ついているものはついているんですね。 これも男なんでしょうか女なんでしょうかまあ森本さんがおっしゃるには筋肉ムキムキでねよくわかんないとそういうふうにおっしゃってましたで先ほどの、ね、絵もう一回見てますとこういう感じなんですねこれ女性なのか男なのかさっぱりわからないんですねこれ胸がちょっと出て乳首が出てますから女性かなと思うんですけど筋肉ムキムキでしかし同じような女性がもう別の方向、まあ、片,片方に変いたんですけどもついているものはついているんですねさあこれもそうなんですね かなり年配の女性だと思うんです。胸が大きいですから。でそこの向こうに子供が2人います。しかし、顔を見てください。恐ろしい形相の、まあ、まさに男性側ですね。まあ、こういう女性いなくはないんですけども。で、この子供はですね、片目を閉じてるって感じですけど、まあこれはちょっとは,あのはっきり分かりませんが、両分かりません。この女性も何かに怯えています。どうしてみんなこんなに怯えてるんでしょうか。この女性ですね。その向こうに黒い影に隠れてよく見えませんが、大きくしてみると分かります。 おそらくミケランジェロもここまでは見れるようになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。縦線1本だけの気味の悪い、まあ、これも本当に不気味ないですよ、皆さん。まあ、これから先あんまり見られない方がいいんじゃないかと思うぐらい不気味ですね。まあ、順に見ていきましょう。この人はです、ね、明らかに足が折られていますね。そして骨が2本で、尺骨でしょうか。そ,かそしてその中から骨髄液が血が漏れ出ていますね。足が折られて。 むき出しになっておられて、その向こうには人の男が見下ろしてますね。しかし、首がありません。しかし、これは隠し絵なんですよ。これは普通に見るとこういうふうに見えるんですね。ところが、もう一枚顔が隠れているもう一つ、ここに目があって、鼻があって、口があるんです。まさに悪魔の顔なんですね、これは。悪魔というか、まあ、人間じゃないですね、これは。でこのやあ羊を見てください。あのカトリックのシンボル。 下から見えないということをいいことにして、この、まあ、なんて言いますか、この不気味な顔、これはもういい、羊というよりも、ーレプタリアンの顔ですね。この絵がまたの皆さん、本当に気持ち悪いです。ゾッとしますよ。まあ、本当にゾッとします。あの、加工してみてください。いいですかこの背中です。ケロイド状に何か吹き出てますね。一見鼻のように見えますけども、ケロイドがね、皮膚から吹き出てます。これ見たときに私、ゾッとしましたですね。 耐えられませんさあ、この絵も例外じゃないです。世界で最も有名な絵と言ってもいいでしょう。この神右の神の方ですね。エルシャダイでしょうかあの。万能の神っていうふうにしかキリスト教では言いませんけれども、この万能の神を囲っているアダムに手を差し伸べている人の周りはね、みんな子供たちが怯え、左の人は死んでますね。そうした人がこ,うこの紙を取り囲んでいる子供たちはみんな怯え、悲しげで、ね、きつい顔してますね。 穏やかさが全くないです。何も悲しそうです。で上の子供には首が首がないんですね。この頭だけなんです。よく見てください。頭だけがポッコリとあるんですね。そしてこの冷え切った夫婦関係を示すようなあ絵ですね。男と女が。まあ、この絵見て、まあまあいいです。それは。あのはい。この男。から男じゃないです。女性ですね。顔だけ見ると男かなと思うんですけどもね。胸があるんですね。ちゃんと。はい。 まあこういう女性もいなくはないんで、私は、なんていうの、かぶってようななんかね、あのシスターのかぶる布のような感じです。子供後ろに子供も怯えてますね。怖いよーって言って。さあ、ここにもいますね。この子供の顔を見てください。この顔,顔を見てください。この子供には角が生えてるんですよ。角をうまく髪の毛でごまかしてますね。額の上からぼっと出てますね。はい。まさに、あの、 悪魔のののイメージをそそのままの角ですねそして左の子供の目、開いているのか、閉じているのか分かりませんけれども、向かって左側の目は縦線1本です。右の目は白目です。しかし、その代わりに下に黒い髪の毛のようなものがありますね。 子供が横目で見る。一体ミジャ、ミケランジョロはこうした絵を通して何を訴えたかったんでしょうか。場所はカトリック教会の礼拝堂ですよ。そして、現在に言われているように、まあ、大壁画なんですね。まあ、ご覧のように、下からは上に細かいところまでは見えないんですね。しかし、この世界には静寂と笑い声のない、そして微笑みのない静寂、恐怖と悲しみだけが満ち溢れているわけです。 さあ、そのヒントは森本さんが教えてくださいました。この一枚の絵で私は謎を解くことができました。この絵を見てください。遠くに山が見えますでしょ。これはまさにフィリ,ジャンフィリギャ帽子ですね。当時の人がフィリギャ帽子を知らなかったはずはないんです。フィリギャというのは中部トルコの古名です。古い名前です。なおち、ミトラ家はここで生まれて、えー、ミトラ神たち、日本のミロク菩薩もみんなこの帽子をかぶってるんですよ。 えー、そういう帽子なんですね。これはあのー、キャリーだったかな。キャリー礼拝堂の絵ですけども、ここに横にデンと立っているのは、このフェディギャーボーをかぶった男性なんですね。非常に知る深い顔をして、それを静かに冷静に見ています。さあ、ここにも松明が出てきました。これも森本さんがあの紹介しました。風の方向が逆なんですね。子供の頭と火の方向を見てください。松明は言うまでもなくゾラスター教のシンボルです。そして風が左右に吹いてますね。実に奇妙な絵です。 さあ、もう一度、この帽子を見てくださいミ。ミトラですね。の帽子と、そっくりでしょ。ということは、この帽子は、ミケランジェロンは知らないはずがないんですね。当時の状況下でして。ミトラ教の帽子なんです。キリスト教の、まあ、まあ、キリスト教に言わせた天敵ですね。これはミトラ教のミトラ,ミトラですね。ギリシャ小国です。これは4体、5体見つけましたね。同じの。ほんのわずかだけ時間差を置いて作ってるんですね。そして、この羊、非常に奇妙ですね。 なぜこんな絵を描いたかってことなんですけども、ここに牛がいます。牛はミトラ教のシンボルで、やっぱり同じように横の方からじろっと見て、なんていうかあの。 冷静に判断している。そして下にいるのは、右にいるのは羊ですね。殺されています。首を裂かれていますミケジャル。ミケランジェロはひょっとしたらアンチクライストじゃなかったんでしょうかすなわちエイリアンに助けられたいましたという可能性が非常に高いですね。例えばここに見せる彫刻はですね、前にも証明しましたが、3D フォートグラフテクノロジーによって作られたものです。あのー、布の、ね、精査すればわかりますよ。ダビデもこれもあのー、 ギリシャ彫刻のあ,あちこちの部分を集めて作られたというふうに私は判断しました。そしてこれがあゼウス像ですね。そして右に出てくるのがこれがダビデ像。ごめんなさい。モーゼです。同じですね。モーゼ。この右のは、ね、ミケランジョロの彫ったモーゼです。全く同じなんですね。まさに 3D フォートグレフで,で作られたということですね。そしてそれから、まあ、これルシファーの話をしたときに使ったよう、使ったんですけども、キリスト教はミトラ教をコピーして作られあの生まれたんですね。 そしてその、その、またコピーですよあの。それはミトラ教を皆さん調べてくだされば分かりますし、私のホームページでも、やらかったビデオでも紹介いたしました。そして、こう流れを見ていきますと、あまあ、フリメイソンとの間には長い時間がありますけども、その、もともとのギリシャ神話というのは、あのミトラ教の世界を描いたもんだんですね。名前は全部書いてますけど、そしてミトラ教の向こうにはゾラスター教があるわけです。この流れの中から、実はあのミケランジェロが左側のラインを通って生まれてくるわけですね。 当然キリ,ストキリスト教とは、まあ、何て言いますか、相入れない関係でいますキリスト。キリスト教の方がローマ国教になってからは徹底的にミトラ教とラスター教を弾圧しあの、消してしまいますからね。ということが、で、まあ、ミケランジョの謎について迫っていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!